today's match. Today's match is J League Division 2, 第40節ファジアーノ岡山対モンテリオ山形、ロイヤルロンドンスタジアムよりお届けしてまいります。さあ選手入場です。進化が問われる戦いがいよいよ始まります。ディフェンダー集中力いいですね。さあ誰に出すのか、チャンスを演出できるか。さあゴール、山形先生1対0。トラップしてからのシュート、見事なゴールでしたね。まあファーストコントロール、トラップからシュートまでの流れ、ゴールのイメージ、はい、この辺がイメージ通りということでしょうね。そうですね。コーナーは渡ります。打った、逃げ切ろうなんて気持ちは全然感じないですね。ボールを入れてくるのでしょうか。このロングシュート、シュート、いやーギリギリだ。クロスバーの少し上、ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。山形としては完全に自分たちの時間帯になってますよね。さあまた行きますね、ポスト直撃。中央へ山形、貴重な勝ち点3を手にするのか。失点は許されない時間帯です。ゴール入りましたよ。シュート、ゴール決まった。岡山追いつく。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。ちょっと最後のマークが甘くなってしまいましたよね。ただ相手のパス、ポジショニングも良かったんですけどね。チャンスですね。さあシュート、こぼれる。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。面白い。あー、うまい。さあシュート、いやー、ゴール。山形決勝点とも言えるでしょうか、このゴール決めました。これはちょっと寄せが足りなかったでしょうか。最後ディフェンダーのアプローチが甘くなってしまいましたよね。まあでも相手のパスも見事でしたけどね。近藤、武田、沢口、右が上がっていく。チャンスでしたが取られてしまいました。ここで笛です。2対1、山形決定しました。昇格の決定です。さて北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。山形としてはここまで苦しい試合もあったと思いますけども、その中でも着実に勝ちを拾って、そして念願の昇格までこぎつけたわけですから、サポーターも含め喜びもひとしおでしょうね。そうですね、ありがとうございます。